2014年ヨーロッパチュックボール選手権チュックボールとはコートのエンドライン上に置かれたネットにボールをシュートするハンドボール形式のスポーツである1970年にスイスのヘルマンブラントが考案したチュックはボールがネットに当たった時の音に由来する攻撃側がシュートしてネットから跳ね返ったボールを守備側がノーバウンドでキャッチできなければ 攻撃側の得点となり、キャッチできればそのチームに、シュート権が移る。ドリブルをせず、3回以内での味方同士のパスのみで、ボールを運び、シュートする。相手チームのシュートやパスを妨害してはならないのが、特徴。1971年に、国際チュックボール連盟が創設され、スイスで、第1回世界チュックボール選手権が開催された。 1980年、東京大学に留学していた台湾市販大学の片随民教授によって日本に紹介され、同時に群馬県スポーツ振興事業団にも紹介された。日本選手権大会は毎年3月第1日曜日に群馬県前橋市で開催されている。ネット公式ルールでは、プレイヤーは9人で行うが、日本国内で多くの大会は、 バスケットボールコートを流用し7人制で行っている。福島県ではワンネットの4人制の大会も開催されている。ボールは公式のものも存在するが、日本国内では怪我予防の観点からハンドボールを使用している。一般男子はハンドボール3号球、女子は2号球が使われる。ただし、レクリエーションとして行われるゲームではこれにとらわれない。 ありがとうございます。